ちは、日野です。今回はですね、騙すよりも騙されろと、騙されろって、騙されて積極的に騙されろっていうわけじゃないんですけども、騙される場合もある、騙すよりは騙された方がいいということですよね。で、騙された方がその痛みって分かりますよね。気持ちが分かりますし、もしその大きなね怪我をするとか命を取られるっていうことでなければもう騙されてもいいんじゃないかなと、大金を取られるっていうことを、その被害が、ね、大したことでなければ騙された方がいいんじゃないかなと思うんですよね。でそれによって、自分はこういうことはねしないっていうふうに思いますし、それによって相手を傷つけるっていうこともねなくなると思うんですよね。でむしろ騙した人の方がかわいそうだなって思うわけですよね。結局自分が出したものを受け取りますから、それをしたということ、そういう行為をしたということはやはりそれの相当のねものを受け取っとくかで受け取ってるわけですよ。だから結局は自分がその時騙して、得したと思ってもどっかで損をするわけです。これは別に、ね、道徳的なことで言われてきたことなんですけど、これ道徳的で言われてきたことってやっぱり真実味があるわけです。そこに真理ってあるわけですよ。ですからやっぱり天は見てるんですよね。天はその全てこう網目をね、ちょっと言葉忘れましたけれども、全部こう漏らさずね見ているわけです、全ての言動。だからそれによればやっぱ悪いことって正直言うとできなくなってくるわけですよね。自分に返ってくるっていうんですよ。結局自分にどこかでわからないところで返ってきてるんですよね。で僕自身もね、店をやってて騙されたことって、一度だけ明確に覚えてることがあって、でそれはですね、閉店間際の時に20代半ばぐらいの、青年男の人が来られて、で財布を落としてしまって千葉県まで帰らなきゃいけないと、でお金がないんでそのお金を貸してくれませんかっていうことだったんですよね。で、それがね、非常にこう演技力がある方で、僕もコロッと騙されてですね、まさかそれ嘘ついてるなんていうことは思いませんから真に受けて、それはちょっとかわいそうだなと思って、交番にね行ったらどうですかみたいなことも言ったと思うんですけども、でも交番行っても結局お金は貸してもらえないんでっていうようなことを言われて、でなんとかできませんかっていうふうに言われたわけですよ。で帰れなくなったら、これもう7時ぐらいだし、夜の7時ぐらいだし、かわいそうだなと思って、で1万円ぐらいいるんですかって聞いたら1万2、3千円ぐらいだったと思うんですけど、その金額を言われたんで、じゃあそして携帯電話、携帯番号をこれ言いますからまたお返ししますっていうことを言ったんですね。で携帯電話を見せてくれてるし、番号を書いたし、返してくれるかなということで、返したわけです。でそのまま、出て行ったわけですよね。お金を渡してね、こっちが。でそれから、しばらく何日かして電話があるかなと待ってたんですけど、こっちのもちろん電話番号を伝えたわけですよね。でも、かかってこないから、ちょっとおかしいなと思い出して、で何日かしてかけてみたら出ないと。で何度かけても携帯出ないんですよね。で留守電に入れたりもしたんですけど、結局もうなしのつぶてで、これはやられたなと、ようやくね、鈍感な僕も気づいてですね、騙されたなっていうことだったんですけど、またそういうのでお金取ったとしても、もう結局ね、どっかでそういうお金ってね、やっぱり損するわけですよ。結局は多分それ同等かそれ以上の損をどっかでするわけです。だから結局得したと思っても損してるわけです。でそれはもうそれでね、もうその人を僕自身も恨むことなく、それはそれでねいいかなと思ったわけですけど、それでいいと思うんですね。そこで何かこう罪をまたね追及しようとか、一瞬それはその時は腹が立ってね、そう警察に、
今住んでみたいな留守でも残したような気がするんですけど、でも結局はもうどうしようもないわけですよね。で、まあそのままになったわけですよね。だからそういうのってやっぱあるわけです。それとか、うん、クレームの、これもね、あと僕が直接受けたわけじゃなくって、まあうちの妻がですね、店にいる時にそういうことがあったんですけど、男の人がね、一人で入ってきて、で冷凍庫の前に商品を見て、冷凍庫にその牛肉が入ってるわけです。牛肉がね、でその牛肉を持ってきて、でこれをね、ここで買ったんだけども、中にその牛肉を開けたら、パックを開けたら中にフィルムが入ってて、で結局ですね、それが食べれなくて、気持ち悪いから食べれなくて、で他のところでお肉屋さんで4,000円ぐらい買って食べたんやけど、それをどうしてくれるんだみたいな感じで、なんか難癖をつけてきたわけですよね。で後で聞いて、まあこれ明らかにおかしいなと。しかもその方一人で入った男の人で、酒臭いと、これは怪しいなと、まあ、話だけ聞いたわけですけど思ってね、まあおそらくクレーマーみたいな感じですよね。それで結局そのメーカーに電話しろってその場で言ったそうなんですね。でメーカーに電話して、どうしてくれるんだっていうこと で、その買いに行った4,000円も返してくれるかみたいな感じで言われて、まあもういい、もう本当に言いがかりですよね。で、まあ、結局いろいろあってごちゃごちゃあって、そのじゃあ、そのお金をね、とりあえず牛肉のお金を、返しますということで、1パックですかって聞いたら、いや2パックだって言われて、で2パック分返したそうなんですけど、2パックともフィルムが入ってるってことはまあありえないわけですよね、多分常識的に考えて。でだからこちらが、まあ例えばね、それいつ購入されたのかっていうこととか、まあ、冷静にね聞いておけばよかったんですけど、まあ、それはもうそれでね、冷静には聞けないですよね、その時は。まあ、ただそういう体験があったから、次回からはそういういろんな対応ができるわけですけど、だからそういう体験っていうのもやっぱり必要な体験でもあり、まあそれはそれでね、一つの体験なわけです。でその男の人は2パック、まあ2パックで結局それでも2000何ぼですよね、2000いくらのお金をまあ騙して取ったっていうことなんですけど、まあ非常にかわいそうですよね。そのお金を得たことで自分はもっと損してるわけです、人生としてね、人生的にもっと損してるわけですよ。で他でももうそういうことをしてるかもしれませんし、そういうことを見ていったらその人がもっとかわいそうだなと思うんですよね。そんなことして2000何本せしめて、それが何になるんだろうっていう、結局それも何かお酒代かなんかに使われて終わりですよね。でそのお金って、何もね、発展的なものを生み出さないわけですよ。そしてその人にとっても何の発展もないわけですよね。むしろ、人生に対して損をしてるってことですよね。だから、騙す、人を騙すっていうのは、まあいいこと何もないなと思いますし、まあ騙されるっていうのは、それは体験として、していくことで、その痛みがわかるし、そういう体験をもう自分は逆にねしなくなるだろうし、そういうことだと思うんですよね。学生の時にも自転車をね何回か取られたことがあったんですけれども、それ取られると、うん、取られた時の痛みってあるわけですよね。だからまあそういうのを、ね、感じますよね。騙すよりも騙されると、別に進んで騙される必要はないんですけれども、そういう体験っていうのは自分にとっては糧になるんじゃないかなと思いますよね。ということでね、全てこう自分が出したものを受け取るっていうことです。結論は出したものを受け取りますっていうことですよね。これは間違いなく法則にあるなと僕自身も、体感実感していますので、自分が何を出すかっていうことをポイントに置いていけばいいんじゃないかなと思います。今回は以上になります。ありがとうございます。